MHD 発電の原理を示した、ズ MHD 発電は、ファラデーの電磁誘導の法則を用いて行う発電。電磁流体発電ともいい、MHD は、電磁流体力学を意味する、マグニートハイドロダイナミクスの略。超電導磁石などを用いて、パイプに垂直な方向に磁界をかけ、パイプにプラズマなどの流体を流すと、パイプ内に張った電極を通して、 横方向に電流が流れる。高いエネルギー効率が期待されるため、通称産業省のムーンライト計画、サンシャイン計画などのエネルギー開発プロジェクトで巨額の研究開発費を投資し、東京工業大学の MHD 発電研究グループが発電実験装置、富士マイナス1を開発するなどした。しかし、高温流体を流すパイプ内の電極が腐食しやすい。 などの問題が解決できず、東芝や日立製作所など民間企業は撤退し、政府主導のプロジェクトも終了した。現在では、東京工業大学の奥野義博らが研究を継続している。耐久性がなく長期間の使用に耐えないという欠点は、瞬間的に大電力を発生させるパルス発電機としての使用法なら問題にならないため、非常用の電源や、 軍事用の爆薬発電機として使用する方法が研究されている。ありがとうございます。